次節はレディースオールスターを控えているボートレース琵琶湖に強豪実力者が顔を揃えて戦いが展開された奥村佃に提供第1回琵琶湖お魚奥つくカップ4日間シリーズ最終日第12レース優勝戦の開始です。現在の時間もホームは追い風の水面状況です。動きはありません。枠なり今シリーズファイナリスト6選手とコースです。インコース1号艇福岡前田翔太、昨年4月に続く琵琶湖連続 V を7連勝完全 V で決めるか、2コース2号艇東京浜名谷健吾、2度目の関東ダービー制覇から13年10ヶ月ぶり2回目のトーチ V なるか、3コース3号艇地元氏が香川壮太、デビュー初優出初 V の時と同じ琵琶湖赤のカポックから実力者なぎ倒して V ゴール達成なるか、4コース角4号艇東京桑島和弘、7年2ヶ月ぶりの優勝へ展開を捉えれるかどうか、5コース5号艇地元氏が中村雄介、勝てば5年5ヶ月ぶりの優勝、地元琵琶湖11回目の優勝を狙います。6コース6号艇東京北山康介、今節2勝オール3連敗大外でも侮れない存在です。本番でも枠なり3対3第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。優勝戦インから1号艇前田気迫のトップスタート、 3コース3号艇香川もいいスタートで逃げる1号艇前田、3号艇香川のまくり内を狙った2号艇浜根屋、あとは4号艇桑島5号艇中村でしたが寄せつけませんでした。1号艇前田翔太早くも4艇身リード、焦点は2番手争い、3号艇香川のうち2号艇浜根屋、4号艇桑島5号艇中村、スタートは前提正常でした。1号艇前田トップで2マーク、2番手争い左内から5号艇の中村、外回って3号艇香川、あとは差して2号艇浜根屋と4号艇桑島でホームに折り返して、2番手争いは4号艇桑島の外、2号艇浜根屋、大外を3号艇香川、この後ろ5号艇中村、最後方6号艇北山、2周1マークです。1号艇前田トップで2周1マーク、2番手争いは4号艇桑島コーナー先手、握って回る2号艇浜根屋、あとは3号艇の香川ですが、2番手争いからは4号艇桑島抜け出して2号艇浜根屋3番手、上位は1、4、2、4番手3号艇香川2周2マークです。1号艇前田先頭で2周2マークからホーム側、2番手は4号艇桑島和弘、3番手握って2号艇の浜根屋、4号艇香川を振り切っていきます。上位は1、4、2、あとは3号艇香川、5号艇中村、6号艇北山、優勝戦最終周回です。0台陰線トップスタート押し切りました。1号艇前田翔太先頭、2番手は4号艇桑島和弘、道中2番手の競り勝って2号艇浜根屋健吾3番手、1、4、2の上位、優勝戦最終ターンマークの旋回です。琵琶湖2連続 V を7連勝完全 V で決めます。通算では44回目の優勝に向かう1号艇前田翔太先頭で最後の直線、4号艇桑島2番手、3番手2号艇浜根屋健吾、上位1、4、2、優勝戦まもなくゴールです。完全優勝前田翔太五輪、2番手4番桑島五輪、3番手2番浜根屋五輪、後ろ5番中村、3番香川、ラスト6番北山五輪です。以上第12レース優勝戦でした。確定放送の後ウィニングランを行います。